はい、皆さんこんにちは、ダイモンです。今日の動画はですね、当デイサービスチャレンジャーに、実習に来てくれた実習生さんの密着動画をお送りしたいと思います。それではどうぞ。おはようございます。じゃあ自己紹介お願いします。中央海学専門学校から来ました石橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日一日よろしくお願いします。じゃあ朝礼始めます。足を声出して胸の運動。吉川さん、ゆっくりで大丈夫ですよ。はい、はい、しっかりと、はい、いいですね。足取りどうですか。いいですよ。いいですか。どうもすいません。吉川さん、良かったですね。最高。最高？うん。いない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 。ああ。手元ない。はい、ゆっくり飲んでね。みんな前に早めてる。ちょっと今何段あるか数えてみましょうよ。16ある。石橋さんは何段？おお、16。同点。だいぶ斜めってるけど、もうちょっと頑張ってみましょう。いい天気ですね、今日は。今日すごくいいお天気だしね。適当に風も吹いてる。いいですね。うん、昔美女は、うん、どうですか、彦田さん。ちょっと休憩を挟んで行けそうですか。あ、行ける。行こうか。よし、じゃあ頑張ろう。ちょっと休むと大丈夫。すぐ左曲がってくださいね。はい。あったかいね。今ね。右に曲がって自分自身から。
石橋さんお疲れ様でした、無事に実習を終えて3点ほど質問をさせていただこうかなと思うんで、はい、よろしいですか。はい、じゃあまず1つ目、デイサービスチャレンジャーでの実習はどうでしたか。利用者様がとても楽しそうに過ごされていて、うん、職員の方もみんな優しかったのでとても楽しかったです。はい、みんな優しかったですか。はい、本当に。よかった、ありがとうございます。はい、そしたらね、2つ目の質問です。実習を通して難しいなって感じたところはありますか。もしくは、あとね、想像してたのと違ったところがもしあれば教えてください。送迎に一緒について行ってみて、うん、今までの実習とは違って自宅から毎日通ってくるので、うんうん、施設だけじゃなくて自宅での生活のことも把握しなければならないのが大変だなっていうのは思いました。あー、なるほどね、すごい。朝の今日ね、送迎一緒に行ってもらいましたもんね。はい、ありがとうございます。はい、それじゃあね、最後の質問です。これからね、学校卒業して就職すると思うんですけど、どんな介護士さんになっていきたいですか。利用者さんのことを一番に考えて、うん、ここに来てよかったって思えるような支援ができる介護福祉士になりたいと思います。あ、素晴らしい。武田さん、素晴らしい答えだよね。素晴らしいね、感動しましたね。感動した。もう今笑いながら感動してたでしょ。ありがとうございました。じゃあ石橋さん、本当にありがとうございました。一日お疲れ様でした。はーい。